待って、あ、遅かったじゃん、クリッキー。生きてたんだ。同じツッコミされてるやん。ヘイファ、パダボンと決別した僕は、あの後いろいろ考えたんだ。いや、今、うちのタイにいますけど。一緒に来ない？おい、みんな、こっちだ！おぉ！クリボーばっかり。クリボー祭り？そうそう。クリボーだらけでワッシュイワッシュイって違う！ゲルコピッツの手下の、また言われとる。また僕たち全員ゲルコピッツの手下だ。なんで周りがノリノリなのよ。で、それも違う。もうだいぶ前の話。これ僕クリッキーが決めたんだ。うん。なんだっけ。なんかさ、このボケ何回か見たな、どっかで。もういいよ、クリッキー。このやり取り2回目だよ。そっちが始めたんだろ、恥ずかしい。いいか、クリッキーは新しい仲間を加えて、おう。クリボーだらけの体内コンビネーション抜群。ボーナススキルもついてくる。そうだ。あの、うん、そうそうそう。だから、クリボーの頂点として偉くなれる。さ、お前は僕の手下になれ！ってことでしょ？ああ、ああ。ひどいぞ！セリフを奪って精神的ダメージの操作なんて。まあ、だってヘイファーとパタボンがそうなんだもん。もう僕たち一緒に行こうよ。もうヘイファーとパタボンいるよ。うん。うるさい、うるさい！クリッキー対大戦隊8位。そのパターン見たって。無視するな。無視すんなって。連れて行こう。もうしぶしぶじゃねえかよ。さあ、クリッキー。クリッキー。なんか違うの紛れてる。どう見ても。クリッキー、あのなんか砂族みたいなの入ってる。でも確かクリッキーってさ、毎回一かバチかしてくるよね。確か。俺覚えてんだよ。君なんかね、割と一かバチかを好むんだよ。まあでも数で勝ってるから大丈夫か。僕の力を見せてやる、やっぱり。いや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 。何してんだ、おめえ。力も減ったグリも、フルボッコリされた、あいつ。今回はレベルが低かっただけだ。確かにレベルが低かった、お前の。はいはい。はい、連れてこうねー。はい、連れてこうねー。ヘイファーパドマに言うんでね。次こそ僕が勝つんだ。そうだね、そうだねー。はいはい。じゃあ一緒に行こうね。ヘイファーパドマでもいいからね。話すんだ、僕は一人でも。はいはいはい、じゃあ行こうねー。クリッキーやな、クロリックは、しぶしぶじゃないもん、ここまで来ると。ヘイファーとバタバはまだ話に通じたぞ。クリッキー、エリートを夢見るクリボー、説教や、攻撃を交わすのを、説教交わしてどうすんだよ。ん？あ、豆の子。いや、残る子というか、まあ、この豆の子だよね。痛い。何するんだ？もう。こいつら残る子じゃねえぞ。こっちの国の、そう、豆エリアののこのこだから豆の子って呼ばれてんだよね。え、ああ、頭になんか乗ってる。このこの子どこの子？このこの子どこの子？あ、ほら、このとのこの子と、いや、説明しなくていいんだって。たぁ和やか作戦、失敗。クリボー隊長、全然面白くなかった。改めて言わないで。結構今更だぞ。何回かもう戦ってきてると思うんだけどな、豆の子って。あ、こっちはのこの子だ。はぁ。みんなー。一人で寂しかったです。こっちの国ののこの子に紛れ込んでひっそりしてました。まあ確かに同族には見られるよな。のこねこにのこの子と紛れ込んで、お前もかよ。BGM フェードアウトしちゃった。あ、一緒にクッパさんも、そうそう、一緒にクッパさんも助けに行こうな。うん。もちろんです。コーラから、いや、こちらからお願いします。あ、でも戦ったりするか？ただ勝ったり、勝ったり、それはうん。なんでダジャレばっか打ってんの？僕、マリオ以外の敵と戦ったことないんです。クッパチルも掃除係だったし、そんなこと言わないでよ。寂しいじゃん。適当には戦えない。ダジャレとか大丈夫。うん。僕も最初は怖かったけど、今隊長として立派に軍団をまとめている。自分で言った。あ、隊長やってみる？え？自信が持てるようになるよ。僕は隊長ですか？頑張ってみるぞ。あ、のこのこ隊長？隊長に気をつけて隊長やんの？なんちゃって。はははは。うおー稼いだ！大丈夫かこいつ。大丈夫です。
風吹くからやめてくんない？まあいいんじゃない、楽しくなりそうだし。この子この子、絶対すごい体調すごいって、あれちょ、風が今日は寒いな、行こうか。今日は寒くなりそうだね。え、もしかしてこれ、のこのこ隊長来る？このパターンって。あ、来た！のこのこ隊長！とぼけた顔でも、とぼけた顔って言うね。硬い子だね。確かに防御力が高いんだね。カロンは少し苦手。のこのこ隊長来たか。え、すべてののこのこ族を仲間にする？すべてののこのこ族もう仲間にしたってこと？へぇー。さあ、いよいよモートンのいるマップにやってまいりました。あ、あれ。レベル足りてっかな、ちょっと怖いんだよな。ああ、ひでえ、こりゃ。クッパ軍団とキノピオだし、みんなオイラの言いなり。マリオいないからって。わっしゃ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 。この街オーラもゲルゴビッツ様のもの。モートン様、クリボー率いるクッパ軍団が街に近づいているそうです。言うこと聞くやつをオーラの手下。言うこと聞かないやつやっつけろ。はっ。いや、でもモートンも来るってことだよね。まあ、単刀直入に言う。これは、ゴバトル？やばい。バトル数がめっちゃ多いぞ。どうする？遠距離タイプ多いね。気合をまず入れます。気合入れて、とにかく必殺連打の方がいいよ。これは。頼むぜ、みんな。せめて1-1で勝てる状態なら、モートン何タイプかわかんないけど、7-8だぞ、負けてんぞ。ほら、福引きやるぞ。うわぁ、なにやめてやばい。普通にやばい効果ばっかり引いてる。きついぞ、これ。レベル上げて出直した方がいいレベルまでやるぞ。頑張れ、みんな。わっしゃっしゃ。あー、もう、助っ人も呼ぶの？頑張れ！パーたくりん！なんとかラス1の状態で持ってければいいんだけど。あー！よしよしよし！ 3 人や！頑張れ！ギリギリや！ギリギリの戦いばっかりしてる！頑張れ！絶対ヒットか！絶対ヒットしても 2-2！ 頑張れ！よし！ヘイファー！頑張れ！もう！ああ！頑張れ、クリボー！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 コクッパの練習に勝て！勝て！勝て！すごいじゃん！台湾で勝つなんて！お前すごいよ！台湾で勝ったなんて！ほら、ほら、クパ様どこだ？結局そういう風にゲルゴピッツのね、魔の手から解放して、もうなんかどんどん会話が少なくなってきたな。ラリーやイギーがなんかよく見えるわ。あと3人、僕たちのクパの足を戦えるんですね。キキキ、俺様は大活躍してる。何もしてない。クリボーが頑張った。たとえ小さな力でも集まれば大きな敵に立ち向かえる。みんなのクッパ軍団の魂が集まってどんどん大きな軍団になってクッパ様を助けるんだ。大丈夫、必ず全員でクッパ城に戻れる。それまでもみんなもう一つ、あ、僕と一緒にいないよ、誰もいない。ちょっと話が長かったんだな。モートンが仲間に軍団が加わった。いやー、もうめっちゃ難しくなってきたな。モートン、クッパ7人衆の1人、動きが遅いよ、その時期は岩をも砕く。パワータイプようやく来たな。てか今まで全員遠距離だったな。あ、ジゲーム大変です。クッパ、クッパ様見つかった？ いえ、クッパ様は見つかってないのですが、クッパ様の飛行船カメジェットを発見しました。カメジェットは爆発しちゃったんじゃ。あ、そうか、復活カメジェットね。あの、ゲラクッパが一応なんか、なんとなくでさ、飛べるようにしといたんだっけ。でもとりあえず行ってみませんか。クッパ様様の役に立つはずですし、もしかしたらクッパ城に帰れるかもしれません。無駄無駄無駄ルルルー。あ、え、
たよ、ゲルコピッツ。はっきり言って、お前たちの帰るおじはもうなるるるるる。この頃か。もう倒した後だからな、多分焦ってる頃には。何言ってんだ、ズバーリークッパ城我が占領したるるるるる。あ、そっか、もう占領した後だわ、確かに。バジョが嘘を言うな。別に信じなくてもいい、ルルル。誰もいないしようのとな、簡単だった、ルルル。確かに。クッパの捜索で仕事丸ごと開けた。確かに。あれ、クッパ軍団全員こっちに来たの？知らない。みんな、城については素人、ああ、もう風吹いた、ほら。登録なお気をつけない、お前の収まる、ルルル。おい、まだちょっと笑ってやれ。素人のダジャレだぞ。いや、解説しないで。あ、そうそう、ついでにもう一つ。お前たちの大好きなクッパ様、もうこの世にはいない、ルルル。確かにいないね、ギャラクッパだもん。何、どういうことだ。待てー、クッパ様がもういない。え、どういうことですか。カメジェットのところに行こう。カメジェットに乗ってクッパ城に向かうんだ。突然の展開。まさかクッパ城が乗っ取られるとは思ってもいなかったクリボー隊長たち。そしてクッパ様は一体とはどういったどういうことなのか。平行で進めればよかったんだけど、もうとっくの前にもう表はクリアしてるかな。このままでは帰る場所も従うべき主もなくなってしまう。クリボー隊長たちは不安を抱えたままカメジェットを元に急ぐのでした。待って、危ないよ、隊長が。隊長が危ない、早く早く早く。よし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 。なんだ、クリボーたちがめっちゃいるんだけど、どういうことなの。え、何、そういう面な、仲間になる君、もしかして。いや、そんなわらわらとクリボーさん、マリオメーカーみたいなことしなくてよくない。何、お前ら誰なの、一体。ははははははタバークリボー。タワークリボーってなんだ、そもそも。前方いる敵全体。いや、そうだ。だから、タワークリボーってのはどういうことなのか教えてほしいもん。何それ。ジョークエンドだね、完全に。ジョジュラ出てこないかな。ね、ジェットパーツを集めるためいろんなところにやってきたわけですね。カメジェットを復活させるために。確かこの辺りに。あ、あそこです。あ、カメジェット。あ、カメジェットが落ちた先なんだ。ってことは、でも何かしらの形で、カメジェットは利用されたってことになるのか？さっきまで動いてたみたいだぞ。あちこちがウィンウィンになってる。さっきまで動いてたんだ。あ、ってことは何？カメジェットは乗り捨てられた後か。調べてみたのですが。飛べる？かろうじていけそうです。おー、よし！すぐに出発！ただ、カメジェットはあちこちが壊れてしまってます。確かに。このまま飛んだら多分また落ちちゃいます。ね。無理して動かしてたんだね、じゃあ今までのは。何か補強できる硬いものや部品の代わりになるものがあれば。よし、何でもいいから片っ端から集めよう。外には結構強そうなモンスターいたぜ。まあ、ジョークエンドのモンスターは強いから全部倒す。おお、もらい様なの全部もらうんだ。お、悪だな。行くぞ。クリボーってちょっと悪になっちゃったけど。ん？なかなか見つかりませんね。うん。どう？雪と氷しかない。そうだろうね。もう少し探そうか。ジョークエントで見つかんのかな？こんなところで。あ！
ローアー、あんな雑魚のクリボーがボートやウェンリーたちを。ワリのスプレーが効かなくて変だと思ったルルルルル。ゲロコピッツと一緒にいるのか。やっぱりただのクリボーじゃないかも。クリボーはクリボー、ただの雑魚だ。俺の手でかかればやつらの一発だ。なんかロイ結構なんかこのクッパ RPG で俺主人公みたいなことっとんな。我はクッパ町にいなくちゃいけないよ。確かに、あのなんか変な晴れ姿のやつね。やつらはここまでお前が潰せるよ。めんどくせえからあのジェットこと全部に片付けてやる。さらにもう一つ手を折ってくるる。